よう、旅人、久しぶりだな。元気か？おい、お前さん、もう俺のこと忘れたのか？俺は市長生号の副船長のジューザーだよ。この前うちの市長生号に乗って稲妻まで行っただろう。いやいや、ジューザー副船長、お前のことならもちろん覚えてるぞ。こいつまた冗談を言ってるんだね。おっと、なんだ、そうだったのか。まあ何しろ俺は市長生号の副船長だしな。ああ、いや、実は俺のことじゃなくて、うちの船体に滞在してるカズハのアンちゃんのことだ。お前さんも覚えてるよな。稲妻から帰港するとき、あいつも俺たちと一緒に帰ることを選んだだろ。リーユへと戻る途中、あいつはどうも機嫌が良かったみたいで、航海中にみんなと詩を読んだり歌を作ったりしてさ。ただ残念なことに、俺たちの船じゃ北斗姉さんから今月まであいつのように、その、そうそう、趣、あいつのように趣の分かるやつはいないんだ。そのせいか、リーユへに着いた途端、あいつは船から降りていろんなところを見て回るためどこかに行っちまった。ずっと船にいたし、きっと退屈してたんだろう。でも離れて間もなく、あいつからお前さんの行方を気に留めるよう連絡が届いた。詳しいことは分からんが、お前さんに会ったら自分のとこに来てほしいと伝言を頼まれた。あの感じからして大したことじゃなさそうな気もするが、でも些細なことだったら旅人に頼む必要もないだろう。オイラたち、些細なことでもよく手伝ってるよな。おお、それは意外だな。そんなことまで手伝ってるとは。どうりで北斗姉さんがお前さんのことを高く買ってるわけだ。北斗姉さんが言うように、お前さんは人情に熱いんだろうな。おっと、ついおしゃべりしすぎた。早くカズハのアンちゃんのとこに行ってやってくれ。あいつは多分リーユエコーの北側にいるはずだ。俺は船体のこともある。この辺で失礼するよ。じゃあ気をつけてな。ことの音はしんと響き、遊郭は枯れゆく。弦のみが世をつなぎ、ただ一人追いゆく。よう、カズハのアンちゃん、ここにいたんだな。オイラたちが手伝いに来たぞ。おや、お主ら来てくれたか。久方ぶりでござるな。パイモンからカズハの兄ちゃんと呼ばれるのも、これまた趣がある。ミヒヒ、ジューザ副船長の真似だ。拙者が暗き運命を背負い歩みを重くするようなものだと思うか。ジューザ副船長から頼み事があるって聞いたのに、ここでのんびりと景色を眺めながら詩を読んでるなんて思わなかったぞ。稲妻の一件が終わり、今や拙者の心に多念はない。リーユへを再び訪ねるには、この地の詩を学び、綺麗な音を聞かねばならぬ。お主らの手を借りたいことも本来はなかったが、お主らがここに来るのが一歩遅れたため、今はある。え、意味がわからないぞ。本来はなかったが今はある？ってなんだよ。お前、山の中で何か悪いものでも食ったのか。何言ってるのか全然伝わってこないぞ。しっ、これを聞くでござる。どう思う？お、この音、まるで銀遊野郎が弾いてるみたいだな。うん、銀遊野郎、いつかその人物とも会ってみたいものでござる。た、うむ、確かにその通り。だがそれよりも肝心なのは、このことには不思議な力がある点でござる。この名もない古きことは、拙者が山を越える際、失われたとある道府で
偶然見つけたもの。古くはあるが状態はよく、このことを見ていたらつい胸が高鳴り弾いてみたくなった。拙者が琴をつまびくと、まるで誰かが共に弾いているかのような感覚に陥ったでござる。あの感覚、実に懐かしいものでござった。まさか本当に幻覚が見えるようなものを食べたんじゃないよな。それはないと思うでござる。一曲弾き終わり、拙者は我に返った。そしてその豆腐をよく観察すると、何かが秘められているような気がした。生い茂る雑草を見たところ、その豆腐は主が離れて随分と久しいようでござった。しかし机と椅子は埃をかぶっておらず、ほのかな香りが漂っていた。さらに風の中をざわめく雑音さえも静まり返っておったでござる。このような神秘的なところは、おそらくリーユへの伝説で語られる戦況でござろう。どうでござろう。ただこのような奇妙な出来事は友に話すべきだと思ったのでござる。だがリーユへの友は姉君以外にお主しかいない。姉君はこのようなことに興味がないかもしれぬ。だからお主を誘ってみたでござるよ。そして従座副船長にお主のことを気に留めるよう頼んだ。残念なことに、お主らが来る前にこのことは壊れてしまったが、はあ、これは拙者の手落ちでござる。拙者は琴を持って四方を流浪し、ついそれを引きすぎてしまった。えっ、仙人の宝物も壊れたりするのか。あの雷神様でさえ永遠をつかむことはできなかった。ましてや他のものであればなおのことでござろう。おい、お前はオイラたちの人活部をしっかりと守っとけよ。幸いこの程度の損傷であれば修復できるはず。今はまるで眠っているかのようなもので、琴の中の力が時とともに散っている状態でござる。正しい材料さえ見つかればそれを呼び覚ますことができるでござろう。拙者の耳が正しければその材料はルリユリ。拙者は前に言ったでござろう。風は万物のささやきを抱え巡っていると、その中のいくつかを拙者は聞いたのでござる。それゆえこの古きことの過去を少しだけ知っておる。拙者はここで待っていよう。材料のことを頼めるでござろうか。お主はリーユエ公の大英雄、これ式のこと問題ないでござろう。風はまだお主の来訪を知らせていなかった。それなのにここに現れるとは実に見事でござる。いかにしてそのようなことが。こいつはお前が思ってるよりもすごいってことだ。見せてくれ。うむ、質の良いルリユリでござる。これなら十分でござろう。これらをすりつぶし、出てきた液に琴をつければよみがえるはず。うむ、この懐かしい感じ、目覚めたようでござるな。さあ試してみるとよい。あとはお主に託そう。詩人も時には言葉を素直に伝えるのでござるよ。お主に託そうとは、文字通りこのことをお主に送るという意味でござるよ。再びリーウェイを訪れたのはこの地を聞くため。岩神が守るこの古き大地で山ぬささやきを聞くことができた。
拙者はもう満足でござる。もちろんいつの日かこのことが不要になったら拙者はそれを取りに来よう。しかしその日が来ないことを願っておる。さあ拙者は旅を続けるでござる。こんな時リーウェ人であれば何と言うのでござろうか。ふん、きっとこうでござるな。またいつの日か会おう。